はい、お疲れ様です。お疲れ様です。体操服を着てもらって、突然ジムに呼び出させてもらったんですけれども、何かわかりますか？もう察しはつきますよね。まあ、何回目だと思ってるんですか？私に関しては。はい、今回、新生ぽっちゃりーず3人に加入してもらうところになりました。ありがとうございます。たくさん来てくれてるようになりました。ありがとうございます。まあ、エリカに関しては出戻りなんですけど、はい、どうしてか分かりますか？どうしてかは分かりますけど、どうしてですか？1キロリバウンドしちゃったからです。そうですよね。でも別に今の体重で満足いってるんで、私でも別になんかこの機会を得てやっぱまた筋肉量とか増えたらいいなっていうのはあります。ちなみにユアとキラも心当たりはありますか？めちゃくちゃあります。なんかユアに関しては一回ダイエット企画に何キロか痩せたんですよ。で結構痩せたんですけど、そっからまた普通にご飯食べとったらリバウンドになって、もう人生最大のピンチの体重です。今うそ、もうやばいです。マックスです人生。でもやっぱ中学生だもんね2人とも、うん。キラは？キラは今面接でも言った通りダイエット中なので、でも3キロ減りました。すごい、これは午後期待ですね、はい、これからに。まあ、皆さんそれぞれ独自のダイエットをしてもらってると思うんですけれども、エッグとしてはやはり健康的に痩せてほしいなって思ってるので、今回はプロの方の監修付きでいろいろサポートしてもらおうと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみじゃない？めっちゃ楽しみです。ジム行ったことある？あ、そうなるの？ないです。キックボクシング行ったこと。あー、キックか。でもキックとはまた違いますからね多分。それでは楽しんでいきたいと思います。楽しみます。それではどうぞ。ということで、今回お世話になる里根の杉山さんです。お願いします。お願いします。じゃあ早速一人ずつ測ってもらうんですけれども、あれ、サトレさんってただ体重と体脂肪を測るだけじゃなくて独自のプログラムあるんでしたっけ？そうですね、部位別にどこのパーセンテージが多いかっていうのを測定して、どこの筋肉量が足りないかっていうのをチェックして、そこを補うようなトレーニングで我々サポートさせていただければなと思ってます。お願いします。すごーい、すごい楽しみです。じゃあ一人ずつ早速いきますか。はい、お願いします。身長と年齢を教えて。こんな測定の仕方は初めてじゃない？でもこういうのさ、売ってるけどさ、やり方分からず、それ体重しか測ったの。え、分かる分かる。ボタンを押してね。ね。体内年齢、実際年齢と若いっすよ。嘘、何歳でした？18程度。ウケる。超理想。身長と年齢も。15歳の157です。じゃあこれに行った状態で。すごい。気になるそこの画面、ちょっとごめんね。ありがとうございます。はい、じゃあ体重測定をしてもらったと思うんですけれども、はい、今の結果を杉さんから発表いただこうと思います。お願いします。はい、最初エリカさんが体重が 50.4
体脂肪率が 21.8% で、体内年齢18歳で、左右差の筋肉量のバランスはとてもいいんですけど、全体から見た時のまず水分量が少ない、ちょっとお水の量が足りてない、へー、じゃあもうちょっとお水を飲むのと、あとは筋肉でいうと下足ですね下半身が弱いので、下半身のトレーニングをして代謝上げてあげると思ってるぐらいかな。で、一番強いのが体幹部分、お腹と胸と背中のバランスがいいんで、そこは長所として伸ばしていくといいかなと思います。はい、で、次がユアです。ユアさんが体重が 50.2、はい、体脂肪が 25%、体内年齢18歳、まあこれ最小値なんで18です。で、左右差そんなに少なくないんですけど、同じく下半身の筋肉量が若干少ないのと、ちょっと気になったのが100点満点中の筋肉の評価の点数があるんですけど、それがちょっと平均値が低いです。48点ってちょっと言って、これを60点ぐらいに上げていくイメージで、もうちょっと全体の筋肉量、足だけじゃなく体幹もやっていくと上がるかなと思います。で、最後はキラさん、体重が 44.95 で、体脂肪がちょっと僕もびっくりなんですけど29です。で、一番体脂肪が多くて、まあ、内容を見たら分かるんですけど、まあ、一応筋肉量が少ない、まあ、体重が少ないんでその分筋肉量少なくなっちゃうのは、まあ、しょうがないと思うんですけど、ちょっとそれにしても足の筋肉量がだいぶ少ないんで、お尻のあれとかをやりながら、そこの左右差ゼロっていうのはとても強みなんで、はい、良くなっていくかなと。ざっと皆さんに共通して上より下が弱いんで、下半身のトレーニングをしておきながら、あとは、まあ、ちょっと有酸素チェックのようにしてあげれば理想に近づいてくるかなと思うので、あとは皆さんがこうなりたいっていう理想の体とかを我々とイメージを共有しなきゃできていけばなと思います。はい、じゃあこの後はトレーニングよろしくお願いします。はい、ということで旧メンバーのフグリも到着したので、今から測っていきたいと思います。身長とご年齢をお伺いしていいですか。17歳の155センチです。おー、太ってる。気にしないで、僕は。そうだよね、自分がポッチリーズだって自覚がもう忘れてしまうよね、この時を終えてると。やっぱりいや、ポッチリーズならポッチリーズらしく右側のポジティブタイプ。え、嘘でしょ、ガチ。え、それどっち、いい悪い。え、終わってるかも。あ、逃げない逃げない。はい、じゃあペコリーの結果の発表お願いします。はい、体重 45.7、 体脂肪率がなんと一番低いです、 19%。 すごい、うん、切ってます。で、皆さんから見ても筋肉量のバランスがとても良くて、筋肉量、足一番強いです。すごい。なので足痩せっていうところもあるんですけど、おそらくむくみ対策ができてないんで、ストレッチ、筋膜リリースっていうのを入れておきながらやってあげるのと、あとは背中弱いですね、ちょっと腕が筋肉量少なくなっちゃってるんで、上と下のバランスを整えてあげるといいかな。で、ちょっと同じく水分量少ないんで、もうちょっとお水飲んであげると、多分そのむくんで見えてる原因も、もともとの水分量が少ないから体が溜め込もうとしちゃってむくんでるだけなので、もうちょっと飲んで循環してあげるとうまくむけるかなと思います。こんな感じです。すごくない、こんな細かく。すごい。じゃあどうこれからどうすればいいのかアドバイスをもらいつつトレーニング進めていきますか。はい、お願いします。じゃあ早速やりたいんで、正面を考えるので、そうですね、ちょっとこうジグザグになるように分かれていただいて、ぶつからないように。で、軽くだけ膝曲げてください。で、この時に膝を曲げるんじゃなくて、もっと外すぐらいで、お尻クリケツをぐーっと引き出してください。だけ横衝撃バランス、その状態でグーがするんですけど、後ろ足つかないようにぐーっとさらにお辞儀してください。これ膝曲げない、膝あんま曲げないですね。もうお辞儀する感じでお尻クリケツで息吐きながら戻ってくる、上がってください。で、また吸ってぐーっとお辞儀10回ぐらいでしょ。で、上げます。オッケー、お、上手っすね。誰一人ガンってなっちゃうんで、めちゃめちゃいい感じっすよ。
次ちょっとチューブ、バンドを使ってお尻周りをやってみます。ちょっとだけこの色が違うんですけど、だいたい強さは皆さん一緒です。で、これを、膝の上ぐらいに配置しましょう。足の幅、だいたい腰幅くらいにします。で、つま先ちょっと外で、ちょっと、そしたら膝を緩めながら吸血です。お尻後ろに突き出します。そこから頭上に上がらないように右にまず一歩踏み出してください。で、そしたら反対左戻る。で、それを交互に左そうですね、で頭こう自由下がらないように一手で左で十分でキモい鏡越しキモいわ。で、この上半身起き上がらないようにしっかりお辞儀したまま立ち、どうですか今の。めっちゃ気持ち悪いです。ここの間に膝を入れて座っちゃってください。こんな感じ、はい、で前傾してお尻締めてグーッと膝を押してしまう。そうするとお尻の筋肉が伝わって、こういう時前傾が大事なんですか。それがいろいろ向きがあって、はい、お尻の上ちょっとここの外国の方みたいに羽を生やすためには骨盤の前傾した状態で股関節がグッて外転すると収縮します。先に今日この上、まあ、プリントを腰を高く見せるヒップアップやっていければかと思います。じゃあエイコが一番やりたいやつじゃない。そうだよ。で息を吐いて、じゃあ僕の手ぐらいまでグーッと押してください。で吸って終わりギリギリです。閉じないように2で吸ってグーッギリギリまで来たら、はい、ここまで3上で止めてください。ここで僕押すんすけど負けないでください。負けないで押し返して、もっと押し返して、無理無理無理で開いて5回耐えてください。あ、ちょっと止めて耐えてグー、あ、負けないっすよ。はい、グー、耐えて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 、あ、でかい、固める、耐えたらプリピズっす。負けない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 、もう1回で止めて耐えて OK。 一緒に効いてる気がしますけど、アップからの筋トレどんどんスタートしてますが、今の進捗は疲労とか、お尻気持ちいい、なんかシュッてなってる気がする。で筋肉が使えてる感覚が気持ちよくて好きなんですよね。そう、 M ちゃん、そうだよ。だから別に嫌いじゃないんですよね、うん、じゃあ次いきますか。マナペコとエリが5キロ、ユアは4キロです。4キロ、キラは？キラも4キロ。おお。で、これはイメージ。またちょっとジグザグになってます。右手で持って体の横にダーンと。で、そのまま軸足、右足にグーッと体重乗せます。で、左足はちょこんとその先に突っかけられる。で、これ床から離れないように、そのまま反対の手、空いてる方、首の後ろに手を持っていきます。で、体側ですね、左の横を伸ばしていって、左の腹筋、くびれを作っていきたいので、ダンベルちょっと体から離します。で、軸足と思ったまま横にグーッと押します。で、足ついた。息を吐いて、上がろうとしてグーッと上がります。そうそうそう。この辺で。はい、OK。一旦ダンベルを落ちましょう。ペコちゃん、何のダンス？腰が痛くて腰痛いよね。全然遊んじゃってた。 2.5 キロなんで結構扱いやすいと思います。で、その状態から足を浮かせてください。で、万歳します。そのまますねの方、すねの方で伸ばしてすねの方、あ、叩きですよね。吸って、はい、さっ、吸って吐いて、ラスト、はい、OK、 せーので、バンザイ、寄せて抱える、さっ、はい、吸って、吐いて、2で、今度くびれだけ狙っていきたいんで、足は浮かせないっすね。僕、押さえて、あ、そうそうそう、よく分かりで、で、この時ちょっとコツがあって、つま先、親指と親指でハロジをしちゃう。あ、ちょっともう足がきついもうちょい前に来たいっすね。
で、そのまま後ろにグーンと倒れます。倒れる、そこで耐えれるところで、はい、伸ばします、肘を伸ばします。で、大きく、ひねる。なるべく床に入れたい。そう。ヒューラーさん。あ、よし。抱えていきましょうか。で、後ろ部分で猫背を倒して、腹筋硬くなったところで大きく締めていきます。大きく。せーの。1、2、3。9、3じゃけ。よし。うわ、30いった。すごい。どう？トレーニングやって、2人とも。うん、なんか腹筋が、ここら辺が痛いです。なんかでも楽しい、めっちゃ。ウルトラマン腹筋ってご存知ですか？ウルトラマン僕が作ったやつなんですけど、すごい、くびれを狙うための腹筋で結構きついんですけど、ウルトラマン腹筋で膝を曲げた状態 でこれちょっとずらします。で、僕がここ横から足押さえるんで、確かにうつ伏せに寝てください。で、これウルトラマンのシュワッチみたいなイメージ。ちょっと意味わかんないと思いますよ。僕、足を押さえてるんで、そのまま宙に浮いて、ひねりながら僕の方上がってしまう。そうそうそう。で、宙に浮いて、ひねって上がってきます。上がってくる。で、しょっちゅうそこ床つかないで、ひねって。やばー！で、吸って、ひねって、大きく、あ、いけるいける、10いきましょう。無理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 ！いけるいけるいける。ゴー！しょっちゅうしっかりと、ギリギリ。よしよしよし。でも楽しいかも。せっかくなので逆もやりましょうか。ひねって上げてきます。そうです。ギリギリまで伸ばして、まだギリギリまで伸ばせる。シュワッチしてから、うー、3。ちゃんとシュワッチしてるんですね。ラスト、思いっきり上がってきて、はい、オッケーです。でもこれ気持ちいいかも、結構。そしたら、ここから下をつぶせで、そのまま宙に浮いてひねってきてください。え、いけない。ひねる先でもいい。こういうこと？上がって、でギリギリで止めてひねってくる。いけますね。で、お顔をなるべく下までしっかりひねりたいです。ぐーパーッと左手はこうやってあのピンクタッチするイメージで伸ばしてください。左手でピンクタッチする。ラスト上がってきてください。シュワッチだ。はい、OK。 よし、上に上がってきて、そうそう、シュワッチで吸って伸ばす。やばい、できた。で、ぐー上がってくる。なるべく床つきたくないっすね。そっから上がってきてください。シュワッチ。そう、3。はい、ひねる。よーしょ。はい、いけですね。しっかりぐー伸ばして、ひねて。はい、OK。よし。じゃあ、そのままひねってあげてください。シュワッチ。2。なるべく床ギリギリまでいって。そうそう、3。ラスト、はい、OK。 よし、いい感じです。最後の種目です。はい、最後です。皆さんで協力プレイしていただきたいです。お、ここにこんな感じでお二人、お二人みたいな感じ、向こう向きでいければ、ちょっと重たいボールなんですけど、で、その状態で手前が、僕側の方がボールの少々で、自分でひねります。で、相手の奥側に向かってペイッと刺す。え、投げるんですか？受け手側はキャッチして自分の外側で受け止めて、右でこうしてこう落とすみたいな。自分たちの外側と外側でパスします。で、ここからヒロさんの右に来て、ヒロさんは右側でひねったまま、ヒロさんの左に来て、あ、あ、大丈夫？大丈夫？しっかりひねることは大事ってことですね。いいですよ。大きくひねってパスする。じゃあこっから5往復いきます。せーの、よし。5ラスト戻して、よし。
OK。 で、お気づきになったように外側しか効かないから反転して終わりです。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあトレーニングお疲れ様でした。ありがとうございます。いかがでしたか、みっちり受けてみて。明日筋肉痛だと思います。ね、なんかちょっと今でも頑張って立ったらさ、プルプルしそうじゃない、足とか。なんか今回のトレーニングでみんなどこが弱いとか、ここを鍛えたらもっと細くなるとか、正しいダイエットの仕方、杉さんから学べたと思うので、ちょっと今後のぽっちゃりーズ活動に生かして、これからも頑張っていきましょう。杉さんからラストアドバイスあったら一言いただけると嬉しいです。はい、最初は数値見させていただいた回でちょっと不安なところもあったんですけど、実際動いたら皆さんポテンシャルすごいあるんで、ただ間違って認識しているところを変えるだけでガラッと変わると思うので、そこら辺はぜひ僕も応援してるんで頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。